つ頃どこで撮りましたか？3枚目は5月ぐらいですね。宮古島で撮りました。1枚目、2枚目とはちょっと違って、ちょっと1枚目に似て元気な感じの作品になってるんじゃないかなって。全編を通してイメージって感じでしょうかね。そうですね。印象に残ったシーンいくつかいただけますか？はい、初めて猫の格好をして猫になりましたなりきりましたね。のミルクを飲むシーンとかもあって、の器にでこうペロペロと、はい、ジャケットにも載ってるんですけど、このハイレグのやつがこんなにハイレグになってると思ってなくて、来た時はジャケット見てびっくりでしたどんなことされてるんですかこれで寝そべってますね。結構寝そべってゴロゴロしてます上も危ないですね。そうなんですよ。でもこれ上まで肩上げたらちょっとやばいことになって、下がちょっともっと入れぐっちゃう、そうやばかったんで下げました。これ裏にも載ってるんですけど、お風呂のシーンで眼帯水着着てるんですけど、ちょっと紐を通ったところがそうなんですよね。結構やばい、結構見えちゃってたんで、その撮影してる時はちょっとギリギリじゃないかなって思ってます。全体通しておすすめは、海のシーンですね。真ん中が、あ、これもそうなんですけど、このシーンでも海入りましたね。 T シャツを。そうです。これは跳ねたりしたらやばいんじゃないですか。結構こんにちは飛んできますね。はい、そうなんですよ。シルバーでちょっと来ましたね。そうですね、ちょっとセクシーな感じで、はいはい。中倉静香です。私の DVD サード DVD もぎたてボディが発売になりました。ぜひ見てください。ありがとうございます。